スペルガの悲劇とは、1949年5月4日、イタリアトリノ郊外の丘陵地、通称、スペルガの丘で発生した航空事故である。乗員、乗客31名全員が犠牲となり、死亡者の中には、イタリアのプロサッカークラブ、AC トリノの選手18名と監督以下スタッフ5名が含まれていた。事故機と同型機のフィアット G212AC トリノ、当時の AC トリノは、イタリアのトップリーグ、セリエ A の強豪クラブとして名を馳せ、ファンからはグランデトリノと称えられていた。1948年から始まったシーズンもエースのバレンティーノ・マッツオーラを中心に好調を維持し、リーグ5連覇も目の前という状況にあった。1949年5月4日、クラブ一行はポルトガル・リスボンで行われたベンフィカとの親善試合を終え、アリタリア航空のフィアット G212 型機でトリノへの帰路に着いた。この時、トリノ周辺の天候は激しい雷雨で視界不良の状態にあった。AC トリノの面々を乗せた飛行機はコントロールを誤り、トリノ郊外にある丘陵地の上に立つスペルガ聖堂の外壁に激突し大破した。事故機で原型を止めていたのは尾翼付近だけであった。この事故でマッツオーラを含む AC トリノの選手18名と、監督、コーチ及びクラブのフロントら5名、そして乗員他8名の計31名全員が死亡した。AC トリノの主力メンバーであったサウロ・トマは、負傷を理由に遠征に帯同しておらず、また当時イタリアに亡命していたハンガリー人 FW、ラディスラオ・クバラが同じ親善試合に参加するため行動を共にする予定であったが、息子の病気を理由に急遽辞退し、それぞれ難を逃れている。犠牲者を追悼した、母碑事故後50周年を記念して作られたもの。この時の AC トリノのメンバーの大半は、イタリア代表にも名を連ねる選手たちであり、彼らを失ったことは、イタリアサッカー界全体にとって大きな損失であった。葬儀は、イギリス人監督のレスリー・リーブスリーを含むクラブの犠牲者全員を悼む国葬として執り行われた。優勝目前でトップチームを丸ごと失った AC トリノはリーグ戦の残りの4試合をユースチームで戦うことになったが、グランデトリノに敬意を表した相手クラブも同様にユースチームで対抗。結局このシーズンはそのまま AC トリノがスクデットを獲得した。AC トリノは、その後、クラブの立て直しがうまくいかずに、成績も低迷。1959から60シーズンに、セリエ B 降格も経験するなどした結果、次のスクデット獲得までに実に27年を要した。また、事故の翌年に行われた、ワールドカップ、ブラジル大会に参加したイタリア代表は、チームの再建が間に合わずグループリーグで敗退した。30歳でこの世を去った AC トリノのエース、バレンティーノ・マッツオーラには、事故当時まだ6歳の幼い愛息、アレッサンドロがいた。アレッサンドロは、その後父と同じ道を歩み、ミラノの強豪クラブインテルに入団した。後に1960から70年代のイタリアを代表するスタープレイヤーとなる、サンドロ・マッツオーラその人である。ありがとうございます。